任天堂でもコットだそうぜとかいう読みすみたいな動きもあってですね。地獄任天堂でも 次世代ハード出すんじゃなかったっけ。まあちょっとまだわかんないけど、まあ時期的には出てもおかしくないと思う。それが出たらワンチャンあるかもしれんけど、スイッチで使用できるには絶対ないでしょ。モバイル移植したらいいんじゃない。モバイル俺モバイルの動画見たことあるけど、みんなスライディングしてなんかスナのクイックショットとかやってても、そうやね、何これと思ったんだけど。あ、今のヘリリトルバードだ。とりあえずリポをきっちりと。お、なんだこいつケツをこっちに向けるな。あ、ちょ、邪魔くせーそれなんか車に乗り込むときなんか滑らかに乗ってきたの、後ろの人。そう、なんかいつもさ、押したらなんかパッて車の中に瞬間移動みたいなさ。ああ、確かに今回乗り込みぬるっと来たぜ、ぬるりと。そうなんか細けえな。あれ、ね、無料ゲーとは違うんだぞってのを見せ。じゃあ、あの王道の COD 様だぞって。そう、有料ゲーの格をちょっと見せつけてるかもしれん。てか俺このサイトの方がいいか。なんだこいつ。そのサイトの方がいい、うん、このサイトの方がいいか。マジか。え、混雑。カウンター UAV が混雑で呼べねえってどういうこと。呼べてもいいじゃない。わあ、ららららら。スライディング打ちだ。スライディング打ちだね。あれ、もう敵もう裏行って、ね、カウンター、いや、あぶね。いやー、俺プロコン買おうかな。なんか必須な気がしてきた、モダン3。キャラコンゲーだ。キャラコンゲーだもんな。俺キャラコンは好きじゃないけどね、俺あんまり。いや、5には従ってもらわないと。ああ、もう運営がそれを5とするの。そう、運営はちょっとキャラコンを5としてるから、ちょっと。ああ、そうなの。俺は純粋な打ち合いが好きなあれなんだけど、モダン3した方がいい。モダン3で純粋な打ち合いするやつは、あの逆バリーマンって呼ばれるから。ああ、まあ俺なんて言ってもね、しおりおじさんだからね。しおりおじさん、ビープ入れるな。サイトが変わるだけでだいぶ使いやすくなった気がする。そんな変わった。不思議なんだこれ。もうすごいハマってる。チャーリーが、エロサイトだったんだわ。エロサイトか。じゃピンいい。あ、ピンがいいのか。本当だ、めっちゃピン、めっちゃピンいいやん。びっくりした。ピン良すぎじゃん。今回対日本サーバー。日本サーバー。ようこそ日本人。コールオブデューティーへ。戦場に来てくれた皆さんには SAE をお見舞いしよう。ここ。はっ、なんだおめえ。アンチインフィニティワード。アンチインフィニティワード。あ、一人しか飛んでね。あ、仲間か。チャーリー欲しいな。痛すぎ。あ、やばいかも。あ、でも D と E、ちょ。いい感じにエリアを取れてるな。
絶対上いる。下降りたか。絶対上いる。あっぶね。めっちゃあり取れてる。またチャーリー SMG と LMG の無散してきま、はい、疲れたら戻ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。道を持ちいいな。おいやいやいやいい。よしリードしたよ。あーダメか。UAV。 なんかこれ一人この辺に住ないそう、うん、そう、あの私がね、あの A ポーへの最適ルートを伝授しよう、うん、A ポーね、この辺からね、この辺から勝手に映ってここに、ここに建物があるじゃろこれは開けるじゃろ。すると階段がある、水路があるから、ここをね泳いでいくじゃろするとね階段があるじゃん、まあ、なんならあのさっき来たトンネルと、あ、ちょっと取れてるわ。はい、以上。役立たずがよあ、お前はまだ遊べない哀れだ、あなたのためにルートを伝授したんだがなえ、そこはもう見たんで消していいですよね、やつで。あれ、これデフコン。あら、これデフコン。あ砂だ。アルファやらせません。ちょいなこれさ、取れてるエリアからリスポーンしてさ、敵とすぐ回敵するのダメでしょ。まあ分隊システムがあるから敵いたんでしょ。痛い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 。ちょ、もうやだやだ、水路行く。そう、 A ポはねちょっと上を取ってナポだから。つうか、この敵絶対全員上取ってそう。5人ぐらい映ってるけど。やっべっぞ。ハイター。うめえうめえはあなんか、はい、寿司行こうぜって言われた。寿司食べに行くの寿司食べに。しおりやってるところを。ああ、ちょっと指くわえて寿司食ってる。まあ、名前思いつかねえ。いや、まあ、寿司と匹敵するからね、しおりは。寿司と匹敵するから。そう。まあ、本当に価格はちょっと寿司とは絡みにならないくらい。うますぎ。バカにしてごめんよ、ポルシャ。君は強いよ。君は強いよ。あ、ここうまいな。トロフィー置いてろ。え、なんかデプロイカバーみたいな盾ないんかね、この先。盾は今のところない。ないないか。あったらさ、めっちゃここ強いよ。あ、でもなんだっけ、ライオットシールド地面に刺せるっての見た気がすんだよね。今作。まあ確かにね。なんで今まで刺せなかったという話だが。そのシステム BO2 だけじゃない。オンリーワン。そうだっけ。んな気がするけど。ライオットはね、今も背中に乗せるようだからね。エリアが割と取られてる。このゲームもオーバーキルさ、はい、特定の組み合わせでしかできないから、いろいろ弱くはなるのかな。どうなんだろう。
あ、終わった。あーと、あ、いい取れたか。これちょっと不満点。イーポー、旗が若干上にあるから行くのめんどくさいね。ね。イーポー。はい。今入れましょう。ああ、いいじゃねえや。D。D ね。D です。やっべ。キル入んなかったけど。なんだお前。なんか死に方がなんかうわーって感じだったの。面白い感じのスライディングだったな。万歳してたもん。この紐めっちゃ気になって今。いやなんか上がれる紐なのかなって思ったんだけど上がれない紐だった。垂れてるだけ。そう垂れてるだけ。ん？違った。は？切れそう。チャリー取り今撃てた。うん、マジで今ひどいリスポン見てなかった。来ない。取れるなこれ。ゲット。よし、順調だよ。ホルジャーの本領発揮だわ。やばい。敵がブラボーを取りに来た。なんだ。アシスト。さあてもう一回 A ポチャレンジしちゃおうか。待って、これスナイパーにめっちゃ見ら倒しきれんのかい。はあ。おーおー、相手砂で助かったな。終わった。A ポさ、あれ上穴開いてっからさ、 SE 通らねえかな。うまくやれば通りそうだね。いけ。あれ、いい旗が。OK、当たれ。OK。おぉ、めっちゃ入った。おぉ、5。うますぎ。あ、あれ、今、車向こうかって出たから、多分、まとめて死んだタイプだな、ね。タイプ、感じ。気持ちがええんじゃ。なんか、登ってった。よし、今のうちに突撃。ああ、ダメか。ピンがいいグランドウォーなんてね、多分初めてだと思うよ、このベータで。うん、貴重だわ。うん、さっきからずっと50ピン、60ピンやってらんないもん。いやー、それは60ピンでできるだけ見えます。あー、いや、A ポ攻めるか。わあ、ちょっとラグだ。まあでも、あの今のファベーラとかスキッドローとかではあんまり使える武器じゃないっていうか、立ち回りを考えないと使えない武器だね、この LMG は。まあそうだ。もうフラアホみたいに突っ込んで戦いたい派はもう黙ってアサルトライフル SMG 使っとけだわ。そういうことだ。